はい、えー、動画をご覧の皆さん、竹内です。こんにちは。ということで、えー、ついにね、あの、明けましておめでとうございますです。あの、前回までの、ええー、一周目のね、動画は、あの、去年の年末にもう <laughs>、撮ってアップしてたものなので、ええー、年明け一個目はね、この動画ということに、僕の中では感覚的になるので、ええー、明けましておめでとうございます。はい、あの、熱でね、熱があるまま年を越し、 えー、咳が止まらないままね、1、えー、週目の開催までずっと続くということで、あのー、病院にね、結構行ったりして、えーまあ、最悪の2017年のスタートだったんですが、まあ、馬券的にはね、うちの、あのー、会員コンテンツであったりとか、まあ、その辺はすごく、あのー、いい流れの2017年になりそうな、えー、結果が出て、まあ、ちょこちょこ盛り上がってはいたんですが。 何にしてもねあの、体調が一番ということで、あの読者様方にもよく、あのー、言われますので、まあ僕もね、なんだかんだ今年も37歳になっちゃいますからね、えー、ちょうどね、27から、あのー、ネット上でこういう風に、えー、顔を出して、まあ、活動し始めたんで、まあ10年経ってしまったわけなんですが、えー、そうですね、もう、あのー、いくつでしたっけ、なんか厳密に、えー、区分けすると40歳ぐらいからもうなんか、 初老って言うんですよね、えー、知らなかったんですけど、えー、まだ僕はあの青年期だと思っていたんですがあの <laughs> もうね、初老も近づいてきたということでね、まああの頑張って、えー、もうベテランということでね、ベテラン的に頑張っていきたいなと思っております。えー、今週は、えー、3つ、えー、重賞がございます。愛知杯成杯日経新春杯と えー、ありますので、えー、この辺についてね、まあ、いつも通り特別登録時点総合評価指数と注目馬一頭ずつぐらい話していきたいなと思っております。まず、えーえー、こういう裏返っちゃいましたけど、まず、えー、愛知杯から、えー、まあ、1位、イ和ドレッサーに、ヒルノマテーラまあさかなク・アンドリエッテ、マキシマムド・パリ、シャルール・アンジェリックなど、えー、まあ、こんな感じで特別登録時点総合評価指数を出しております。えー、はい。 まあ注目馬ね、リーサルウェポン、あのーまあのピークはね、まあ、ここに書いてある通り過ぎたなっていう印象もあるんですが、まあ、中距離コースのね相性がいいとで、この距離もこなした経験があるので、まあここでね、暴走するんだったらもう買えないかなというような印象です、もうピーク完全に過ぎちゃったなって感じなんですけど、まあ、うーん、今後ね、チャンスがあるとしたらこういうところぐらいでしょうし、まあ、人気もないので。 なないはずなので、まあまあ、この馬を買うなら最後にここかなというような、えー、感じで注目をしております。えー、形成杯、えー、ガンサリュート1、バリングラ2、ベストリゾート、コマノインパルス、アサギリあ個人的にはちょっとね、なんか小粒だなという印象があったりするんですが、まあ、こんな感じで数値が出ております。 でまあえー、ワリングラ、えー、これね、1月5日、うんまあ、皆さん、ほぼ覚えてらっしゃると思いますけど、まあ、ジュニアカップを、ね、使って走っているのに、もうここも登録してるということで、まあ、もう期間的にね、出走するかどうかっていうのは、ちょっと分からないぐらいの感覚になってますが、まあんまあ、正直ね、ジュニアカップに関しては、位置取り競馬内容、まあ、非常に不満が大きい内容だったのは、 まあジョッキーも陣営も馬主さんもそうなんでしょう。まあみんなそうだと思います。この馬のファンの方もそうだと思うんですが、まあ馬が消耗してなければね、もっとやれるという意識は当然あるでしょうし、うん、距離が伸びた方が追走も楽になるタイプだと思います。まあまあこんなね、楼艇、えー、まあ若干無茶な感じもしますが、出走するんだったらちょっと買いたいなということで、えー、チェックはしております。えー、最後に日系新春杯。新春ですね。えー、ミッキーロケット。 1>, うんえー、1位、えー、レッドエルディスと、まあ、モンドインテル、カフジプリンスと、まあまあいいところが登録しているなというような印象ですね。うん。マキシマムド・パリなんかも結構好きだったりしますし。うん。<laughs> TM7 ヒカリってます今、冷静に見るとすげえ名前だなと思いますが、まあこんな感じで、えー、そうですね。特別登録時点総合評価指数を並べてみました。うん。で、僕的にはカフジプリンスかなと。 うん、まあ義賀所に関してはね、もっとできたんでしょうけど、うん、まあ、動きたいときに全く動けない状況になってしまって敗北というのが大きかったかなと、まあ前走に関してはもうね、こうあもうダメなんだなと思った状態から、もう本当にね、もうゴリ押しで押して押して押して、やっと動いて勝利と、もう、うーんまあなかなか見ないぐらいズブー馬だなっていう感じですね。うん でまずぶいのはずぶいって分かってるんですが中、まあ、丁場のねスタミナレースだったら当然合ってくるような馬ですし相手はねぐっとまた強くなるんですけどまあ、ハンデ戦、まあ、そのハンデ戦だったら全然面白いかなとでエンジンがね本当にかかるタイミング、まあ、かからないからずっと押して押して押してなんですがあのそうですね。あの、まあ これから重症の一つ二つ、勝てるぐらいのまあ能力はある馬だと思います。うん。で何度も言いますが、本当にずぶい。あのー、あれですね。ホラー映画で、あのー、逃げ出して車に乗った時って、ほぼほぼね、あのエンジンがかからないじゃないですか、車のね。キュルンキュルンキュルンキュン、かからない。キュルンキュンキュン、かかんない。でやっとかかるみたいな。ね、あの、本当に、 ホラー映画に出てくるあのワンシーンを表しているような馬。そんな印象ですね。全然エンジンがかからないという感じなんですけどね。かかった時のポテンシャルっていうのは本当に目を見張りますし、まあこういうね、あの個性が強い馬っていうのは結構僕好きだったりしますし、競馬ファンの人も結構好きだと思うんですよね。それこそもうあの、大逃げ場だったりね、本当に後方ポツーンを貫く馬とか、結構まあ最近そういう個性がある馬が減ってるんですけど、 うんまあ、このプリンスはね、このプリンスはなかなかわがままなやつだと思いますが、えー、今後もね、楽しみな一頭なので、ちょっと注目として挙げてみました。はい、まあそんなわけでね、あのー、喋ってるとね、どんどん鼻声になってくんですよね。これわかりますかね僕的にはすごく鼻が詰まってきたんですが、まあまあまあ、あのー、こんな感じでね、今年もやっていきますので、あのチャンネル登録ぜひぜひしていただければなと思っております。で、去年約束してできなかった えー、チャンネル登録3000人記念突破放送ね、久しぶりなんかの顔を出して、酒でも飲みながら雑談っていうのをやろうと思ってるんですが、ちょっと体調やスケジュールの面でできなくて、えー、必ず今年1月2月ぐらいまでにはやりたいと思っております。で、もう一個ね、競馬特番っぽいチャンネルは、今年も、えー、どんどんおふざけしながら続けていきたいと、おふざけしながらお金をかけてね、続けていきたいと思いますので、ぜひね、競馬特番っぽいチャンネルの方も、 ご登録いただければ嬉しいなと思っております。はい。えー、そんなわけで、えー、そうですね、いきなり、えーね、もう体調を崩した状態の2017年が始まりましたが、今年も頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ、えー、よろしくお願いします、えー。竹内でした。さよなら。